関係の皆さんこんにちは、いつもはですね、美味しい果物を、送っていただきましてありがとうございます。毎年ですね、さくらんぼから始まりまして、桃、梨、リンゴと、そして最後にはあんぽ柿、非常にこう美味しい、果物です。でやはり消費者の方もですね、年々、震災以降もですね、認知されまして、食品を出しますと非常に好評で、なくてはならない、産地になっております。本年度もですね、生産面では天候面で非常にご苦労あるとは思いますが、関西市場の方に、美味しい果物をまた届けてください。よろしくお願いいたします。